はい皆さんこんにちは。えー、歴戦に腰の森山です、えー。本日は森山クラス出身の実務家の先生にですね、えー、お越しいただいて、えー、まあこれから皆さんがですね司法書士目指そうあるいは今勉強しているよという方が将来どのような実務家になろうかなというヒントこちらの方にしていただきたいというふうに思います。では今日はいろいろお話を聞かせてください。でまず自己紹介の方から高島さんの方からお願いします。はいえー、高島淳平と申します。はいえー 平成26年の試験に合格して、うんえー、大体今でもう5年ぐらい5年ぐらい、はい、司法書士業をやらせてもらってます、うん、で最初の、えーとまあ、3年ぐらいは勤務でやっていて、うん、今は、えー、と司法書士法人の社員として業務をしているところどちらの方で業務してますか今はあの川口で あなるほど。はい、で川口にも支店があって、あそうですね。えっ、ー、とはい、東京と埼玉でやってる感じですね。うん、はい。でそちらの方で今、えー、責任者という形ですか。今そういう形になってます。はい。じゃいろいろ話をまた聞かせてください。はい。小林先生お願いします。はい、えー。埼玉県相川市から参りました小林司法書士事,事務所の代表司法書士の、えー、小林正和と申します。私はあの平成22年に合格して、えっ、ー、と司法書士登録は平成23年ですね。はい で関西代理権もその年に取って、あの都内の、あ、まあ最初はあの、まあ、えっ、ー、と埼玉県の。えっ、ー、と個人事務所に勤めて、うんうん、あとあの都内の司法書士法人で、私もあのパートナー。はい。あの社員でやって、今あの創価の方で独立開業して、今四年目になります。うん、よろしくお願いします。開業して4年目ってことですね。そうですね。はい。ありがとうございます。えー、では、えー、司法書士になろうと思った理由の方から聞かせていただければと思いますが、高島さんどうでしょうか。あ、私はですね、もともとあのー。 まあ会社員を6年ぐらいやってましてシステムエンジニアだったんですけども結構あの、まあ、ハードワークってのもあったんですし、うん、あと、まあ、結構まあ会社っていろいろあこう <laughs> あやれとかこうやれとか <laughs> あの無理な要求を結構されたりして結構ストレスがたまってたってのもあって。あ でそのまあ、司法書士とか、まあまあ、別に司法書士に限定したわけじゃないんですけどもうん、うん、やっぱりその独立開業してこう自分のやりたいようにこうできるような仕事がやれたらいいなという気持ちがあってもともと法学部だったってこともあって法律系のまあ資格をちょっと見てみたら、うん、あの司法書士っていうのがあるとはいう、は、の、い、<laughs> で、まあ、ちょっと目指してみましたというところです。 <laughs> 本当に大変でしたね。あの帰れないっていうのが多いですもう夜そこまでになんてああそ。そうですね。<ー>えー、お泊まりとかもしてましたし。はいはい。えー 今の方が楽しいですか、うん。あ、そうですね。だからもう本当にあの自分の好きなようにできるっていうところは、うん、もう本当にもう一番の魅力だと私は思ってます、ねうん、そうですね。えー、あの多くの方がやっぱり視聴初心になろうと思った理由っていうのはそういうところ結構多いですね。やっぱり自由にできて、うん、ストレスはそういう意味ではないですよね。うん、そうですね。また別の意味であるでしょうけどね。<laughs> いろいろハードワークもこちらもありますからね。はい、ありがとうございます。小林さんはどうでしょうか。えー 私はもともと法書士に、うん、あのっていうのは本当に失礼ながら知らなくて高島先生のように私は法学部でもな何もなくてただまあ兄がちょっと法学部出てるんですよたまたま私はあの本当にあのまあ今は法書士やってますけどもともと大学に入ったのは教育学部に入ってもともと音楽の教師になろうと思って大学行ってあの声楽っていう歌のオペラとかを専門でやってたんですけども。 大学院行って休学してイタリア留学とかもして20代の後半からプロの現場で声楽家としてプロの仕事をやってたんですけども歌手をしてたんですねいろいろ有名な舞台とかも陰ながら支えながら出ていたんですけどまかだかやっぱりプロの世界で主役みたいなのはもらえなくてなかなか収入は正直上がらないと。アルバイトと兼用しているような状態で 20代の後半に運命の出会いをして今の妻になるんですけどその妻と一緒に歌ってたんですね、草加で。したら2人とも歌手人とも歌手なんですよ。ただ歌ってたんですよ、人で。そしたらある草加の団体の先生が小林君と司法書士やってみたら声をかけてくださったんですよ。 すません司法書士って何すかみたいな話から始まって結局でも妻は私は歌だけやってる人とは結婚してませんと何か資格を取れと言われていたのを重なってちょっとぜひ目指してみようということで司法書士頑張って取りました歌の世界も厳しかったですすか相当厳しいででねもやっぱり皆さん人生やっぱ楽しく生きてまして私もあの 本当にそういうタイプだったんですけど、まあ今そのまあ歌とまあ声質のギャップにちょっと苦しんでるとこありますけど頑張ってイタリアですね有名な先生のところでこう留学してたんですよね。あそうですね当時はそうですねあのあちらではまあ頑張ってイタ先生のとかに通ってました。で紅白歌合戦なんかのコーラスもああそうですねあのいうのもややったりですねあのしてましたね。まあドラマに出たり。 2003年フジテレビの「不機嫌なジーンって内野聖子さんと竹内結子さんが主演のドラマがあるんですけどそこに朝の7時半八景島シーパラデス集合してお二人のところで一緒にエキストラで8人で「おいしいお紅茶とけきっとたるっと」って歌っちゃいました。 小林さんよく覚えていて、あのこれから勉強始めますというときにお酒とあと CD 持っていただいて、ええ何回も聞きました。ありがとうございます。いい歌でね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でそんな形で司法書士目指したということですね。でええまあ高島さんの方もね一発合格されて、あのそのまま勤務司法書士まずなったわけですか。そうですね。はい。あのまあ横浜に住んでたので横浜の個人事務所にええ勤めてました。であの まあ最初はよくどこに勤めたらいいかよくわかんないっていうのもあったんではい、はい、とりあえずあの家から徒歩で通える事務所にしようということで徒歩圏内の事務所に勤めたら、うん、そこの事務所は不動産の決済をもうかなりやってる事務所で、うん、も毎日決済三昧の、うんはい、日々をまあ3年ぐらいやってました、ねうん、けあの,その事務所を勤めってどういう気持ちでした、えー まあもとあの会社勤めだったので、うん、まあその、うん、それとあんまりまあ変わらないかなって感じではありましたけどまあそうですね独立しようっていうつもりで仕事を覚えようっいうつもりで進んやっぱそういうあのあ意識はあったんで、ええ、あのなるべくこう吸収できるようにこうあのやったことは自分の中でこう、うんうん いろいろ勉強したりしてあの、の、ただやるだけっていうのは会社の時にみたいな感じではなかったですねなるほどじゃあ勤めていてもやっぱり次のことに向けてっていうことで気持ちはやっぱり違ったわけですかね小橋さんどうでしたやっぱり勤務最初されて仕事を覚えてそうですねどんなタイミングでこう独立しようと思いました私は本当にまずはあの合格してすぐやっぱりそのま申し上手紙でもうやるしかないので 先ほ変な話結婚のあ拶の時に40歳までにちゃんと独立をして少々し取って独立しますって言っちゃったもんですから資格は取れたんですけどその後やっぱり独立に向けて動いていかなくちゃいけないんですけども弁護士さんで即読みたいなのはちょっと難しいのでちょっとどっかで経験を積もうとまずは個人事務所に入ったんですけども割とそこも経済事務所っていって不動産のある会社さんからお仕事を頂いてるような事務所で。 まあ、いろんなやっぱ証明書とか、取りに行ってたんですけども、かなこう断片的な。仕事しか、や,や,やらせてもらえなくて、ただ、まあ、トータルでいくと、まあ、やってるんだけども。まあ、直で受けて、責任を持って、最後まで流すっていうのは一切やらせてもらえなかったんですよ。その事務所では。で、これではちょっといかんなということで、あの、まあ、次は、あの、本当に少数法人、にいきなりこうパートナーで。たまたま、これはやっぱり、その。 で自分でやっぱり独立を先生と一緒でできるようにやっぱり最初から受けて最後までやらせてもらえる責任を持ってっていうところをまあ探そうと思って国立の方にあるリーガル専門の,あの紹介のところにまあ相談に行って、うんうん、実際にその台東区の商社地方人をパートナー探してますっていうので、まあ、面談も2回ぐらいさせていただいたんですけど結局、うんうん、ま,まあ取って頂い,いてはい、はい、それでやっぱりその、まあ、ある程度そこ,はそこ3年半いたんですけど。はいはいうん そこでほとんど前の事務所は商業登記とかやったことなくて、うん、本当会社法のね、うん、本当先生の教わった会社法のやり方だけで、うん、あの本当に何か悶々とした時間を過ごしてたんですけどもパートナーで入っていきなり商業登記の責任者みたいにやらされまして、うん、やったことないのにこれもやるしかないなっていうので <laughs>、うん、もう本当にもう気合い入れてやって、えー、皆さんやっぱり書類とかチェックしながら勉強させてもらいながら、うんうん、そのうち自分でこう。 あのこういう独自の方法で本人確認でこうやってやってくださいとか平成27年のちょうどあの変更のとこもあったのでまあそういうところでちゃんとこうこういうふうにやってくださいとかっていうのを言ったりあのやっぱ特定業務にとかっていうのでまあやっぱりそう,まあそういうやっぱり下積みがあったのでまあ今は本当に一人であのやってますけれどもまあ,あのまあなんとかまあいろいろ悩みはありますけどやってますね。 まあ勤務するときにやっぱりこう事務所仕事を覚えられるかどうかで選ぶべきなんでですすかねねそうですねやっぱり事務所選びってすごく大事、うんまあ、やっぱり最初に選んだ事務所のやり方っていうのはやっぱり自分の中で、うん、残っていくっていうのが、うん、それのやり方に対して次勤めた事務所はこうやってるんだみたいなここのシーンはあんまり変わらないような気がするんでそれからじゃあ今の仕事ってどんな感じでやられてるかどんな仕事が まあその最初に決済事務所をもやってはい、はい、決済はもう大丈夫だと自分の中でも思えたので、うん、あのその独立とていうか今の今社員になる前の,、うん、あのその最初に勤めた事務所の次の事務所があって、うん、そこであの私はその商業登記とか税率さん関係の仕事が多かったんで相続とかあんまりできなかったことを今度は あの入れたかったので、うん、あのそこに勤めて,て覚えました。うん、で、まあこれでまあだいたい一通りは登記業務はできたかなと思ったので、うん、まああの元々の友人とあの一緒にあのまあ法人を始めたんですけど、うん、で今はあのあの引き続き税理士さんのお仕事が非常に多くて、うん、あのまあ商業登記もそうですし、あと再相続とか、うん、あとあの相,相続対策 であのまあ、会社を作ってこう不動産をこう動かしたりするという節税対策があって、うん、そ,そこで絡む登記の案件とかをよくやってますね。うん、であと最近は信託を使った、うんあまあ、認知症対策のスキーム、うん。うん 受かり信託登記とかをやったりとか。なるほど。<A> じゃあもう決済をこう、まあ不動産の仕事っていうとよく。まあ決済をして登記をこう、エさんから B さんに持っていくと、で抵当権つけるって話がよくありますけれども。そういうことだけではなくて、もう税理士さんから来るも、その周りの仕事までいろいろあるということですね。そうですね。あの、うん、いろんなこう個性のある案件ができるようになってきたかなと思ってます。なるほど。じゃあやりがいなんかもありますね。そうですね。うん、それをやることによって、ただ登記をするだけではなくて、いろんなことを予防したりだとか。 うん、そうですね大変なこともありますか <laughs>、まああの本当に勤務って今思えば結構、うん、あの楽ある意味楽だったなとあ<ー>あの言われたことをまあやってればいいっていうのはあるんですけど、うん、今はもう本当に自分がその事務所の顔になってるんでいい加減にやったらこう自分に全部返 <laughs> <laughs> ってくるのでもう絶対に。 そこは気をつけてやらないとないけないなっていう立場になったので責任がある分その、ええ、じゃあこういうことを次にしてあげようとかこういうふうにしたらよ計こう、要望で,、ね、できるんじゃないかなっていう楽しさも、ええ、そうですね、だからやっぱりその自分なりのやり方で、やっぱりその人に、そのお客さんに対して、うん、まあよかったなと思ってもらえるようなことがあったら嬉しいので、そういうことを意識してやってます、ね、はい感謝された。りりすすすることもありますか、ね、あそうですねあの結構あの お菓子とか、いただいたりとか、そういうこともありますね。あ、いいですね。はい、ありがとうございます。で、小林さんは今独立してますけど、あの最初こう独立して稼げるかなとか不安はなかったですか？相当ありましたね。ありました。で、前のその少子法人で、まあパートナーの代表社員の先生が、あの私がやっぱりあの辞めて独立したいというお話をまずした時に、あのあわかりましたと応援しますって言ってくださったのはまず良くて、で ただ、小林さん、失敗しても知らないよ。<laughs> うん、あの、本当言われたんですよね。うん、ただ、まあ、やっぱり妻は、うん、やっぱり、その、まあ。自分の、やっぱ、兄が歯医者だったり。あの、自分の祖父が創業して、会社を。やっている、はい、まあ、一族なので。うん、あの、男は。うん、あの、社長にならんといかんという。うん、あの、家で育っているので。全然、もう。うん、あの、やれと、早く。 早くく独独立立しししろろってててうので応援れなかったですねタイプ的にもどっちかというとやっぱりまあもともとやっぱり教育学部で教師になるつもりであ非常勤講師とかもやったことあって学校行ったことあるんですけどもやっぱ学習指導要領とかに縛られてってい言い方よくないんですけどその中でしかできないっていうやっぱり特殊な環境の中に身を置くことがかなりやっぱストレスだったのでやっぱり一人で。 あの全責任を自分で負ってるので、うんまあ、そういう面では本当に先ほどもそういう話出ましたけど、うん、まあ逆にまあ自分としては合ってるかな うん、という、みんなやりたいことがやりたいんです、ねえ。そうですね。<laughs> 基本的に <laughs> ね、憲法もそうですよね。ね基本的にね、あの、うん、まあ人間何しても自由でいいけど、あの他の人のね、うん、自由をやっぱり侵すとダメっていうふうになってると一緒かなっていうふうに思います。そうんはいはい、先生が楽しさがよく伝わってきますよ。<laughs> <laughs> あの実際初めて見てどうですか。今はもうあのお仕事もたっぷりあると思うんですけど、最初のうちどうやって仕事を持ってきたのかなとか。うん のりああのいや本当に最初はそのあの前の、うん、あやっぱりその法人の方がやっぱり手薄に人が人材が、うん、決済もよくやってる事務所だったんで。うんうんうん あの人がちょっと足りない時にあのヘルプであのということで副代理みたいな形で呼んでくださって全部助けていただいたんですね、はい、あとはやっぱり私もともと今は草加でやってますけど出身があの同じ埼玉で,ですけど所沢なのでそれで縁もいくもないところであの開業することになったのでやっぱりその人脈も何もないところでやっていたので相当売り上げも全然いかないかなと思って不安だったんですけども。 やっぱり青年会議所40歳前だったので青年 JC 入ったり地元の商工会議所青年部入ったりいろんな団体でやっぱり顔を出すことによってまあ面白いと思ってくれる方もいるんですよね。ただ面白いと思ってるだけじゃなくて仕事ちょっとやらせてみようかなと思ってくださった方もいるので本当に今はそういう方のいろんな縁のつながりで頑張ってやっているところですね。 なんていうんですかね。まあ助けてもらったりとかいう形ですかね。<laughs> ね動くのって大事ですかね。じゃね。そうですね。やっぱりずっとま、うん、待ってるだけでね昔みたいに本屋局の近くに事務所構えてこ待ってればお客様が、うん、あの自動的にやってくるって時代はもう多分終わっているんだと、うん、まあ今だけそういうふうにあのまあ補助的に取ってる事務所はあるとは思うんですけれども、うん、まああまり場所は、うん、まあ関係ないかなっていうのがまあ、うん、あの印象まあイメージですね。なるほど。はいえー、どんなどんな方から仕事来ます？ 私もやっぱり税理士さんが、一番最初はやっぱり税理士さんが仕事をくださって、相続、で社長がやっぱお亡くなりになられると、やっぱり役員変更登記とか株の整理とか、ある程度あったりして、やっぱ税務の知識も具体的な額は当然言っちゃいけないですけど、FP のちょっと勉強も途中でやったり、生命保険募集人の仕事とかもあの資格とかもまあ取ったりしてやったので、いろんなやっぱりそういう体系的な知識取り込みながら、やってますなるほど、はい。 そうするとやっぱりこう、うん、そのお客さんからまた紹介されたりとかもありますか。そうですね。やっぱり発展するっていう言い方は合ってるかとかわかんないですけど、うん、はその紹介してくださってお会いした方、うん、やっぱりそのまあその方の知り合いをまた紹介してくださることもありますし、うん、あの本当にそうですね。じゃあ一つ一つの仕事をやっぱり誠実にやって紹介してもらえるように、うん。はいはい やっぱりそこでやっぱりある程度や、うん、結論はもしかしたら一緒かもしれないけれども、うんまあ、会社の登記なんかはある程度ちょっと同じ登録免許税の中で、うん、私だったらこうアルバイスするのに、うん、他の先生アルバイスしてないなとか見,見落としてることも残念ながらやっぱり平成18年の改正に追いついてない部分もあるのでそれこを見ながら結論多少違うことあるかもしれないですけど。 やっぱその中であのね数学と一緒で結論答え一緒かもしれないけど多少こう数によってアプローチの仕方って違うじゃないですか。別解、うん、があるように。だから私でしか言えないとか、うん、お客さんに接する時も、うん、私だからできるっていうところは、うん、大事にしてはやっていってます。うんうんうん、あじゃあもう説明なんかもしっかりしてあげるってことですか。そうですね。私はあの周りくどい普段はなんかあの周りくどいですけどお客さんに説明する時は極力わかりやすいようにはい、はい、やっぱりそのわかりやすいあの。 まあレベルを抑えてって言い方はいいかどうかわからないですけども、うん、あの分かりやすく漏らさないようにこれやったから税金いくらかかりますって言わなかった、うんね、責任とか負わされたら大変なことになってしまうので、うん、ここは分からなかったらあこれは税理士さんに聞いてください税務署に聞いてくださいっていう当然言い方はしますけど言、うん、ま言言うことはまあ忘れないようにして、まあ、誠実にやっていますね。はい 具体的にやっぱり相続とか不動産の関係が多いですかそうです、ねまあ、やっぱりそうです、ね、不動産がね、うん、やっぱりまあ税理士さんの、うん、まあ相続の名義変更ですがやっぱり私は贈与とかもありますし当期ですねやっぱりほ,、うん、ほぼですねたぶん遺言のお手伝い、うん、作成のお手伝いとか、うん、まあ本当に年に本当にまに一時期あるかどうかですけど遺産承継業務も、うん、あのやっぱり相続絡みで多少あるのでまあ まあ、改めて、やっぱり、まあ、少数して、まず財産に関する手続き。を、やっぱり広く、あの、まあ、手伝える、お手伝いできる職種なので。まあ、やりがいは感じて。まあ、やってます、ね。はい。はい。はい。ありがとうございます。いいですね、なんかね。<laughs> 楽しそうで。高島さんも楽しくやってますか。そうですね。うん、あの、まあ、あの、自分の、<laughs> さっき、さっき言いましたけど、えー、自分の。やりたいように、やれるっていうのは、うん、一番。 やっぱり説明とかもしてますすそうでね私も結構資料とか作るの好きなんで分かりやすく資料で説明するっていうのを自分なりに工夫してやったりとか受験生の時も表とか作るの大好きでもともとプログラマー的な素質がありますから資料作って説明するのが上手なんですねそういうのが好きなんでやっぱそうですね出来上がるものはね例えば不動産投機なんかであれば買い主の名義になったりとか一緒ですからそこどうせ 説明していくかとか、えー、どう丁寧にやっていくかってことなんですかねやっぱそこが違いの出るところですねはい、えー、なるほど、うん、そっか資料作ってましたもんね受験の時にね <laughs>、うん、資料大好きですね <laughs> 資料大好き <laughs> <laughs> はいありがとうございます、はい、で、今後やりたい業務ってありますまだやってないけれども私はですねやっぱりあのまあ。 これから高齢者がどんどん増えていってこれからまあ貢献であったりとか信託、うん、であったりとか相続の話もそうなんですけどもやっぱり高齢者をあのお客さんになるような仕事を増やしていった行きたいというのはあります。であの登記を今まで結構やってきたんですけどもやっぱり登記じゃないところも登記もまあそのプロセスで違いを出すっていう面白みはもちろんあるんですけども、うん、やっぱりその貢献とか あの新宅とかっやっぱり結果にも違いが出てくるところ腕がこう試されるようなう、ねうん、部分があると思うのでやっぱりそういうところの面白みももっとやっていきたいなというのはあります、ね、なるほどはい。はい、まだやってないですかこれからですねこれから、うん、小林さんの方はどうですかこれからこういうふうに事務所を発展させていきたいとか、はい、そうですねやっぱり今は本当に与えていただいて、うん、あの紹介いただく仕事をま常にこなしているだけなんですけれども やっぱり今後先生と一緒で高齢者の方が増えていくので私は歌を歌うというのがあるので施設に例えば歌いに行ってそこで親族の方も来ていただいて知っていただいて少昇神の話もしながら知っていただいて守る方向にお手伝いもしながらできればこれから少子、これから子ども減っていく時代ですけど やっぱりその若い人、中高生ぐらいの人がいつかこう大人になってお家とか買ったり親御さんの名義変更とかにまあ関することである時にやっぱりそのまあ あ小林先生みたいなのがいたなみたいなことで、まあ、少数字でもいいんですよ、うん、思い出していただくような、うん、まあ活動も本当は、それをまあ仕事にというよりはまあそのボラ、まあ、ボランティア的な感じででも、私はやっていけたらいいなっていうのはあります、うんうん、なるほど、はい、さっき、いろんなところで面白いって言ってもらえるって話をしましたけど、いろんなところでこう歌も歌ったりしてるんですか。あそ,うそうですね <laughs>、はい、歌歌ももたまにに、ねうん、今も本当に 前の事務所の時に知り合った都内の会社の今当時社長で今会長になられた方ですけどすごくやっぱりイベント関係が好きな方で歌を歌うっていう司法書士にかなりこうアンテナが向いてですねいまだに日比谷のカラオケボックスに月1ぐらいで呼ばれて。 歌ってます。あ<ー>あのの会長の前とか、うん、その会長がまあ読んだクライアントの方の前に私の親友のオペラ歌手を呼んでますみたいな感じで、うん、私今ちゃんとあの藤原会議団っていうオペラ団体に所属してる、うん、まあプロの声楽家でもあるんですけどそこの活動はほぼしてないですけど名前だけなんですけどという肩書もあるので、うん、あのそのオペラカラオケで結構入ってるんですよオペラが。あ<ー> <laughs> そ歌ったり <laughs> して はいはい、あとまあ地元のやっぱ総会のあのまあ無料のコンサートとかうん、うん、あの公民館とかでもうん、うん、あのたまに歌ってます。なるほど。はい、はい。いいですね。ありがとうございます。でこれからまあ司法書士を目指そうっていう方がたくさんこう YouTube 見てくれているとは思うんですけれども、あのまあ勉強のこともそうですけれどもこれから実務やっていけるのかなとか開業したいけれども不安だなって方もたくさんいると思うんですね。え、うん、そういう方に、えー、実務ってこうだよみたいなアドバイスありますか。まああの。 ななんとかなる<笑><笑>あのあの別に勤めるところもいっぱいありますし、うん、あ仕事もあるわけですね。あで勤めたらまた見えてくることもありますしそこでまたやりたいことも見つかってくるので、うん、あのまずはやってみるっていうところかなとは。働く事務所もいっぱいありますかあそうですそうです、うん、あの普通の仕事だと、うん、あの転職って繰り返すとあんまよくないって言われますけど。うん 結構司法書士業界ってあ,のー、あまり合わなかったらすぐ転職する人いっぱいいますし,、まあ、し正直ねそんな働きたくない事務所もなくはないです,もんね <laughs> んですよねそしたらすぐ他の事務所を探せるってことです,かそうですねだからそういう自由度の高さってやっぱりンパですね、うん、だから、あのー、何とかなるっていうのは、うん、なるほど <laughs>、ええ、普通の感覚だと就職するとなかなか転職しようかなとかいうところはありますもんね、ええうん、最初そうでしたよね多多分分、ね <laughs> ね、<laughs> なるほど、ええ、じゃあその多分皆さんが 思っているほど不安に思わなくても仕事はたっぷりあると。はい。で開業が不安だって方もいると思うんですけど小林先生どうですかそのあたりは。やっぱり不安は不安です。まあ不安は不安、<laughs> 不安は不安ですねで。私は今でも不安で。あそうですよね。あの、うん、本当に誰かが仕事をあの紹介してくださなければ、うん、もうそれで終わりますんで。 そそれこそ自分の新しい道を探して歩かないといけないというのはありますそういう不安は当然ありますけれどもそれはありますよね、私もこの前あの50人ぐらい人を雇っている司法書士の先生に会ったんですけどやっぱり不安だって言ってました、うん、まあここまで大きくなってもやっぱり不安なんですね、まあ、余計不安なのかもしれませんけれどもだから不安ってありますよね、もちろんね、ね仕事やったり生きていく限りは、はい、ありますね、うん、でもどうにかやっぱりなってますよね、皆さんでそうですね。 うんまあ、るのかなで、ね、で私もやっぱりまあ幸い家族がいるので、うん、まあ養っていかないといけないっていう責任もありますし、うん、まあやっぱり自分が他の団体の活動でもそうですけどやっぱ自分が楽しまなければ、うん、あのやっぱり誰かに何かをできないっていうことがやっぱり。うんうんうん 私歌の先生に昔あったのも「コバちゃんとあなたの声を愛して愛して愛し続けなさい」と「あなた自身も愛して愛して愛し続けなさい」と「愛し続けることでいつか溢れた愛がこぼれる」と「そこまでやりなさい」とだから仕事も今も極力自分のためでもありますけど家族のためでもありますけど自分がこうまあいっぱいいっぱいになってもやっぱりあ溢れるっていうかそういうところあると思うのでそこをいつも目指して。 ややってますね素晴らしいですね、うん、<laughs> それがやっぱりやりがいとか楽しさにつながる感じですね,やすねいやいや仕事をやるのではなくてはい。ありがとうございます、うん、で、えー、どうだったでしょうかこれからまあ使用書士の勉強大変ではありますけれどもぜひお二人の話を参考にですね、えー、まあ勉強もう少し頑張ってみようといった形で頑張っていただければと,と思います、えー、先生方ありがとうございましたあり,まありがとうございました